こんにちは。ママライフチャンネルです。ココです。ゆかです。まこです。今回はこちら、アキーヨのスマイルベビーモニターを紹介していきます。普段運転しているとやっぱり後ろを振り返ってお子さんを確認したりって難しいと思うんですけど、やっぱりこう大変だなって感じる場面はあったりしますか？お出かけをした時にお菓子を食べたいとか、これ食べていいって言われた時に何を食べたいんかなとか、開けれてるかなとか、そういうのがちょっと心配になったりとかで、後ろを振り返ってみたいなとかって思う場面は時々あります。でこのモニター今回つけてもらうと、もう後ろ振り返らずに後部座席を確認することができるようになるので、ちょっと今回こちら使っていただきたいと思います。はい、それではどうぞ。はい、本体こちらです。メインのモニターとカメラとその他一緒に使うアイテムがもうすべて揃っています。なのでもうこれ開けてもらったらそのまま簡単に設置ができるので、早速やっていきましょう。はい、はい、では説明書を見ながらまずはカメラの取り付けからしていきます。では先に取り付けお願いします。はい、ヘッドレストをマウント使用して垂直および水平ストラップを引き、プラスチックのラダーロックで固定します。カチッて止めるだけでつけれるタイプですね。はい、できました。はい、ありがとうございます。長さも調整してもらってしっかり止めてください。はい、ではカメラの後ろにナットがついているので、そこをちょっと緩めてもらってカメラの角度を調整していきます。はい、これでカメラの取り付けは完了です。はい、続いてはこちらを使ってモニターを取り付けていきます。ではまずは取り付けたい場所をきれいな布でさっと拭いていきます。次は先に吸盤ベースを貼り付けていきます。フィルムがついているので剥がしてそのまま貼ってください。貼り付けるときそのまま30秒間押し続けてください。これでしっかり固定していきます。ではモニター本体と吸盤マウントをセットします。セットできたら吸盤の保護フィルムを外して、さっきの吸盤マウントのところに取り付けていきます。取り付けたらレンチを押し下げてマウントを固定します。あとはモニターをもう上下左右に回転させて好みの角度に調整してください。根元のネジの回してもらったらそのままこの角度調整できるようになってます。で後ろのところでモニター自体の角度も調整できます。ではカメラとモニターをセットしたら付属のケーブルをつないでいきます。これはもう色同士合わせるだけで簡単です。でケーブルをつないだら極力お子さんの足とかに絡まないように、シートとか裏地、カーペット、パネルの後ろなどに押し込むことをおすすめします。で最後に車のシガーソケットに差し込んでセットしてください。でケーブルをセットできたらこの説明書を見ながらいろいろ設定してください。 SD カードについてとか時刻設定もできるようになっています。でもコンセントさせたらそのまま電源がつきます。はい、こんな感じでカメラに映っているのが確認できます。実際カメラ取り付けてみていかがですか？すごい簡単につけれて、画質もすごいなんか子どもの顔とか表情とかもしっかり見えるので、びっくりしました。うん、なんか思ったよりめっちゃ綺麗ですよね。うん、すごい綺麗に映ってます。120度の広角レンズになっているので広い範囲映すこともできるし、これまた上にボタンがついているのでそこでアップにしたりとか調整もできます。の上の右側のボタンを押すとどんどんアップになっていくような感じになってます。で左側の矢印を短く何回か押していくと明るさの調整ができるようになってます。この上の真ん中のボタンを押すと録画が開始されるようになってます。でもう一度押すと写真も撮れるようになってました。こんな感じで子供の変な顔とか様子も撮れるようになってます。一応この撮った写真とか映像もスマホのアプリで連動してもらうとそのまま写すことができるので、家族とかお友達と共有もしてもらえます。はい、今ちょっと画角を変えてみました。これだったらお子さん2人乗った時も確認できそうですね。そうですね、後ろに乗ることもあるので、それでしっかり見れるかなと思います。
で夜とか車内が暗い時は自動で暗視モードに変わるので、夜でもしっかりと映像が確認できます。で結構お子さんとか赤外線ライトが赤く光ったりとかするとこう怖くなったりされる方いると思うんですけど、これはもう赤くならないものを採用されているので安心して使えます。このボタンを押して設定のマークを押していくと日時設定とかいろいろできるようになってるのと、言語も選択できるようになってて、今日本語にセットしてました。ちょっとこのままエンジン切ってみてもらってもいいですか。そうするとこんな感じでお子さんを連れて行ってくださいっていう風に表示が出るので確認してください。ちょっと簡単に触ってみていかがでしたか。使い方も結構簡単で設定とかもしやすかったので、すごい便利なものかなと思います。結構ボタンの操作とかも簡単そうですよね。そうですね、長押しとか短押しとか、もう説明書通りにセットしていたらできました。前のモニターと後ろのカメラを縦向きに変更するとこんな感じで映るようになってます。この設定のボタンのところのタイマー機能があります。これで5分とか10分とかいろいろ設定できるので、例えば旅行に行った時とかにちょっと休憩を5分しようとかってなった時にこれでスタートってするとタイマーが鳴るようになってます。ちょっと試しに運転してもらいます。はい。結構場所的には地図とか確認する感覚で見れそうですかね。そうですね、うん、そんなになんか目線を外すことなく運転してるところからちらっと確認できるかなと思います、うん、これ食べていい？どれどれ見せてカメラに。それいいよ。開けれる？え、ちょっと待ってね。ちょっとじゃあ一回5分ぐらいおやつの休憩にします。このカメラどう？ママとお話ししてるみたいになってる？これ見て。ちょっとカメラにピースしてみて、おやつ見せて。はい、チーズ。何のおやつ食べてるか見せて。あ、見えた見えた。パシャ。子供のもぐもぐしてるとこもしっかり見れます。このちょっともぐもぐしてる姿をパパにも送ってみたいと思います。ここもぐもぐ見せて。はい、ということで今回はアキーヨのスマイルベビーモニターを紹介しました。実際最後運転してみていかがでしたか。今まで運転しながらこう気になってた後ろの様子とかをこのモニターで見ることができてすごく便利でいいなと思いました。プレゼントとかにも良さそうですよね。そうですね、なんか新しく生まれた、ね、赤ちゃんとか車に乗せるときにやっぱり泣いてたりとか、グズグズ言ってたら気になると思うので、そういう時にもすごく便利かなと思います、それこそ運転してる方以外にも助手席のね、パパとかが座った時、ママが座った時とかも確認できるし、そうですね、コミュニケーションも取りやすくなったから、そうですね、はい、でこちらはネットで購入することができるので詳しくは概要欄の URL からチェックしてみてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンを押してね。バイバーイ。